両羅木号遺跡は、山口県下関市両羅木にある、弥生時代前期を中心とする複合遺跡。国の史跡に指定されている。下関市立高校博物館本遺跡は、標高20から30メートルの傾斜台地上に位置する。弥生集落の人口は前期末に、ピークに達し、中期初頭に分尊拡散によって縮小していった。 この集落は、湿度の動植物遺体から、反応反応の集落で、クジラ大多くの貝類、アワビオコシやヤスなどが生業をよく表しており、イノシシニホンジカカモなどの遺体は狩猟活動も行っていたことがわかる。湿土品、検出以降の主なものとしては、弥生時代の観光集落のものと思われる観光や、多数の貯蔵穴、その貯蔵用穴から、各種の土器や石器、 少数の鉄器などが挙げられる。また、第一条には、前方後円墳や、墳母の石管などが残るほか、下関市内の別の場所から移された横穴式の円墳も存在する。第一条に、複数の遺構が存在しており、その後の発掘調査において、古墳時代のものや、平安時代から鎌倉時代、室町時代にかけての遺構も検出されている。 両羅木号遺跡の南側には下関市立高古博物館があり、両羅木号遺跡、信行ゆ上林遺跡、いくら遺跡、その他近隣の遺跡からの各種出土品など、発掘研究の成果が展示されている。現地からは、鋳型の材料となる計査が算出しており、遺跡の一部は、名古屋市の採掘業者である久小屋が採掘権を持ち、1963年から、 や生いさとして、経察の採掘を行っていた。市の調査が始まってからは、業者も採掘を控えていたが、1969年3月8日夜から翌朝にかけて、ブルドーザー10台を投入し、遺跡を破壊して採掘を強行した。これにより未調査の南部は、完全に破壊された。久小屋社長の堀江静雄によると、文化財に指定されると採掘ができなくなり、 保証も期待できないので最初に踏み切ったという、ベトナム戦争の影響によりベトナム産経産の輸入が止まったことも背景にあるとみられる。その後も業者は採掘を強行していたが、事件から3日後の3月11日に至り、遺跡の一部が緊急に国の史跡として指定され、業者は破壊ができなくなった。 久小屋は、史跡指定の取り消しを求めて、同年6月に訴訟を起こしたが、1981年に国と和解した。ありがとうございます。